ほな次行きましょう。はい。じゃあ、はい。はい、お願いします。中学野球から高校野球に進学して感じたこと。中学軟式じゃないからよくわからへんんだけど、一応その高校野球に出すための指導をしてもらったとか、ある程度その上下関係とかも中学の時点でその先輩から後輩に対してとか、指導者から後輩に、選手に対しての感じは使えたら、そこまで違和感なく自分は入れたから。うせえな、マジで。全然やっぱちゃうねんな、こうしては。言葉遣いとか、その先輩のことをさん付けする印象とかじゃない。多分中学の部活ってあんまりないと思うけど、当時から中1からも中2の1個上の先輩のことを何々さんって呼んでだったら、そんなに違和感なくずっと入る。俺はもうな、中学校のぬるぬる野球から来てるし、指導者なんかいい日に等しかったから、高校入った時も上下関係もそうやし、なんやろ、練習のきつさから何から。ユニフォーム着たんでびっくりしたんじゃん。ええって。みんなユニフォーム着た。ええって。そうやな、それでも俺もな、まあ、ご存知の通り何回も闇の年してたし、くじけそうになってましたね。でも仲間たちのおかげでな。うん、仲間たちのおかげで、そんな感じや。俺あれやな、中学校中1の時の中3より、うん、高1の時の高3がめちゃめちゃ大人に見えて、ああ、はいはい、なんて、まあ、みんなかっこいいし、はい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 、上手いし、もう俺こんなとこでやっていけんのかなってすっごい印象あるわ。はいはいはい、むっちゃ大人。大谷さんな。そう、大谷さんが。そう、なんで大人なところに俺は来てしまったんだろうっていうのがもうすっごい印象やし、あとも練習場が山の上で、うん、これから3年間この山登っていくんかっていうのが衝撃やったな。あ、なるほどね。大野さん。僕はね、やっぱり公式出身、高校、中学が公式出身の子に、ちょっと上から見られたなっていうか、あるな、見られてるって感はあったけど、うん、まあそれ仕方ないと思うねんな、自分が公式出身やったら、ちょっとなんかそうやって見てたと思うし、実際、軟式出身が慣れるまではちょっと時間かかるよな、はいはい、半年は、半年の前に、いや、確かに。まあ3ヶ月ぐらいやっぱかかると思う。南国高級でな練習したといっても、うん、実際にそこの場に取り込まれたら、うん、なかなか対応できんと思うし、うん、そこはまあ公式でやってたことの差やと思うけど、うん、まあ、あとはまあやっぱ練習とかそのな上下関係とかもすごく厳しかったし、うん、それこそほんまに先輩のことなんとか組んでるのかし、一気に高校行って、まあ、西高はな厳しかったかもしれんけど、その上下関係とかもそこそこ、うん、まあ、ほんまに育ってもらったな、そういう意味でも、はいはいはい、いい感じにな。どっちにしても慣れるまで、確かに俺ら軟式は何ヶ月かな、3ヶ月ぐらいか、うん、ボールがまずなんかそうやな、全然ちゃうボール全然ちゃうもん、ピッチャーとか余計ちゃう、まだバッターとかはさ、あれやけど、まあ、だから、な肘痛める、肘肩痛めることが多いやろし、いきなりこう無理したらあかんやな、そこでまあそこを、まあ指導者はでもな、当時は勝手にお前が慣れれば対応するっていうね、もちろん、どこの今回今もそうかもしれんけど、はいはいはい、なんかそこを気を使ってあげてほしいところの一つかもしれない。ああ、確かに、ね、最初は慣れるまでは。なるほど、うん、っていうのは。そうだね。うん、え、初めて登板したんです。高校野球入って。いうの試合で。公式戦は1年の秋かな。秋か。練習試合も。ああ、覚えてないな。いきなり覚えてない。覚えてない。うん。いやでも安田がずっと出たな。最初拓郎と安田がずっと出てて。地獄やった、ね。いやしかも結構出たよ。4万とか。地獄やったね。地獄やったね。すごかったよな。すごかった。地獄やった。